サライナはアメリカ合衆国のカンザス州にある都市で、生林軍の軍長所在地。人口は47,707人。州北中部における小取引の中心地で、サライナ小都市圏の中核となる都市である。あたりは世界有数の小麦の生産地帯である。ジャーナリストで法律家のウィリアム・ A ・フィリップス率いる開拓団が1858年に建設した。 二年後に正式に町となり、新設された、セイリーン軍の軍庁所在地になった。スモーキーヒル街道の生誕に当たるため、元は西部への開拓ミニパイクスピークの交付、ネイティブアメリカン所属の間の交易所として開かれた。南北戦争では、男手が大量にアメリカ陸軍に流れたため、一旦成長が足踏みした。1862年には、 ネイティブアメリカンから攻撃を受けている。南北戦争の終結で復音が進むと、市外も活気を取り戻し、1867年にはカンザスパシフィック鉄道が延伸した。1870年に市政が施行された。1872年には牛の取引が始まった。畜牛の集荷場は、サライナにさらなる繁栄をもたらす一方、市民文化や、 気風の乱れをも招いたため、2年後に西に移された。1870年代には小麦を中心とする農業が地元経済を牽引し、蒸気機関の製粉所が建てられた。当地在住の ER スーイッツァーによって1874年、アルファルファが広まった。1880年までに、サライナは数軒の製粉所と入馬者。ニューマシャ 農機具工場を要する産業の中心地になった。1889年には、ジーンズメーカーの D が縫製工場を建設。アクル10年間で新たに3本の鉄道路線が敷かれた。その後も卸売業と製粉業で発展し、1900年代初頭には、中華3位、全米でも6位の規模を誇る、一大生産地に成長した。 1943年に陸軍が市街南西に相撲ギヒル陸軍飛行場を造営第二次世界大戦の間戦略爆撃機が置かれた飛行場は1948年に相撲ギヒル空軍基地に改められたが翌年に閉鎖1951年に戦略航空軍団参加のシリング空軍基地に生まれ変わった基地の改装は 地元経済に好景気をもたらし、人口は1950年代で1.5倍に増加した。国防総省が1965年に基地を高級閉鎖すると市がすぐさま敷地を取得し、サライナ市営空港と工業団地を作った。工業団地ではビーチクラフトなども生産された。それから数十年というもの、サライナは州北中部における商業の中心地、 並びに地域における貿易、交通、産業の中心地であり続けている。セーリーン川とスモーキーヒル川の交流点から西南西に 10km ほどのスモーキーヒルズ地方に位置する。スモーキーヒル川は北から北東に流路を変えて市東部を通り、セーリーン川は市の北部を南東に流れる。市北部にはセーリーン川支流のマルベリー川も北東に流れる。 週間高速道路7 5号線と135号線が十字時に交差する。道田の北 130km、カンザスシティの西1 6 0 k m 国勢調査局によると総面積は58.9平方キロで、58.9平方キロが陸地、総面積の0.18%に当たる0.10平方キロが水域で占められる。 欠片の気候区分の温暖湿潤気候と亜寒帯、湿潤気候の中間にあたる。暑く湿った夏と寒く乾燥した冬が特徴。年間平均気温は13度、平均湿度は64%である。年に135日ほど冬日になる。降水は年に52日ほどある。年間降水量は平均820ミリ、降雪量は467ミリ。 一年のうちで1月が最も寒く、7月が最も暑い。観測史上最高気温は1936年に観測した47度、史上最低は1913年に観測したマイナス33度である。年間気温は1月の最低気温であるマイナス7度から7月の最高気温である34度の間で推移する。では暴風や氷 竜巻をもたらす猛烈な嵐が発生しやすい。1973年9月25日には、藤田スケール F3 級の竜巻が、市南東部を通過し、6人が負傷、2頭の馬が吹き飛ばされた、他サンダウナーイーストトレーラーパークが被害を受けた。2008年6月11日にも改良、藤田スケール EF3 級の竜巻が、市南部を直撃。 数件の建物に深刻な被害を及ぼした。2010年の国勢調査によると、市内には47,707人、19391世帯、12,024家族が住む。人口密度は1平方キロあたり807.9人。住居数は2803件で、1平方キロあたりに353.2件が立つ。人種構成は、 白人が86.2%、アフリカ系が3.7%、ネイティブアメリカンが0.5%、アジア系が2.3%、太平洋諸島系が0.1%、その他が3.8%、根結が3.3%。ヒスパニックナイシラティーノは住民の10.7%を占める。 1>, 1万9391世帯のうち31.6%は18歳以下の未成年と暮らし、45.3%は夫婦で生活している。4.9%は未婚の女性が世帯主で、11.8%は家族以外の住人と同居している。31.6%が単身世帯で、11.6%を独居老人の世帯が占める。 一世帯の平均構成人員は2.39人で、家庭のそれは2.99人である。世代構成は18歳以下が25.1%、18歳以上24歳以下が9.9%、25歳以上44歳以下が25.4%、45歳以上64歳以下が25.3%、65歳以上が14.3%。 市民の平均年齢は36.4歳である。女性100人に対し男性が97.6人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては94.5人いる。一世帯あたりの平均収入は42,027ベ米ドルで、家族あたりでは54,491ベ米ドルである。男性の平均収入は39,143ベ米ドル。 女性のそれは28,145ベ米ドルで、非労働人口を含めた、住民一人当たりの収入は23,253ベ米ドルとなる。総人口の13.6%、家族の9.3%、18歳以下の未成年の21.1%、及び65歳以上の高齢者の7.3%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。いは、 生ン群と隣接するオタワ群全域をカバーする、サライナショート試験の中核都市である。機関産業は製造業で、シュワンフードカンパニーが自社ブランド、トニーズピザの工場を構える。同社は冷凍ピザ生産のほか、市内の学校で学食を売ることも検討している。フィリップスライティング、エグザイドバッテリー、グレートプレーンズマニファクチュアリング、エルドラドナショナル。 アスリオンコーポレーションなども市内に進出している。16歳以上の住民に占める労働人口のパーセンテージは2010年の時点で71.0%である。軍の0.4%を除く70.6%が民間人で66.9%が雇用契約を結び、3.7%が自営業である。 職種別では27.2%が経営、営業、研究、芸術職に25.4%が、商業、事務職に19.4%が、サービス業に9.9%が、天然資源、建設、維持管理職に18.2%が製造、交通関係職についている。最も大きな産業セクターは教育サービス、保医療、社会扶助で、 以下製造業小売業と続く。整形費は比較的低く、全米平均を100とすれば80.9になる。市内の住宅の平均価格は109,700ドルである。1921年、市は支配人制の一級市になった。比例代表制選挙で選ばれる市委員の定数は5名で、毎年1名が持ち回りで市長を務める。任期は1位。 2位当選者が4年、3位当選者が2年。市委員会は政策を策定し、シティマネージャーを任ずる。シティマネージャーは行政を司る市の最高責任者で、すべての市公務員を任ずる。連邦会員では、カンザス州1区に、州上院では24区に、州会員においては69区、71区及び108区に属する。コミュニティバス。 四天後、週刊高速道路70号線と国道40号線が北部を東西に、週刊高速道路135号線と国道81号線が西部を南北に通る。四北東部の週刊高速道路70号線との交点が、週刊高速道路135号線の北端である。南西部からは、修道140号線が迫るが、市の手前で、 週刊高速道路135号線に合流する。市街を南北に貫く目抜き通りの第9通は北端で週刊高速道路70号線と合衆道143号線となる。市内ではシティ号というコミュニティバスが4路線を運行するとともに近隣のコミュニティを結ぶバス路線にも NCK エクスプレスとして進出している。長距離バスのグレーハウンドも止まる。 市外のすぐ南西にはサライナ市営空港があるが定期便はシーポート航空の2路線のみでゼネラルアビエーションが主である。鉄道ではユニオンパシフィック鉄道のカンザスパシフィック線は北部を横断するほかカンザスオクラホマ鉄道が拠点としている。約2.4万部の発行部数を誇る日刊誌のサライナジャーナルがある。ウィチタ・ハッチンソンテレビマーケットに属するサライナは 州北中部の放送メディアの中心地で、市から認可を得た事業者が、AM で3曲、FM で12曲、テレビで5曲ある。テレビ局の内訳は、ウィチタに関連会社を持つ ABC、FOX、NBC の各系列局と TBN 系、それに独立系である。この他、州唯一の PG チャンネルのケーブルテレビ局がある。カトリック教会のサライナ教区、 聖公会のカンザス最教区及び長老派教会のカンザス北教区に属する市内には90軒の教会堂がある。市内の生まれか市内に住んだことのある有名人を挙げる。ありがとうございます。